井戸健一は、日本国の弁護士であり、元裁判官である。大阪府生まれ、九百七十五年司法試験に合格。九百七十七年東京大学教育学部、卒業、同年司法研修所入所。九百七十九年四月九日、神戸地方裁判所に、判事補として任官し、以後、甲府地方裁判所、福岡家庭裁判所国らし部。 大津地方裁判所彦根支部、大阪地方裁判所、山口地方裁判所宇部支部、京都地方裁判所、金沢地方裁判所、京都地方裁判所、大阪高等裁判所と転勤し、2011年3月31日に退官。裁判長として、住民基本台帳、ネットワークシステム差し止め等請求事件第836号、等、 2005年5月30日判決言い渡しや、滋賀原子力発電所2号原子炉運転差し止め請求事件、第430号、2006年3月24日、判決言い渡しといった、著名事件の判決に関与した。その他、裁判官として関与した判決には、上に挙げた事件の判決のほか、一票の格差をめぐって1992年7月26日、 施行第16回参議院議員通常選挙の大阪府選挙区における選挙が違法であることを宣言した判決第5号1993年12月16日判決言い渡し主任裁判官として関与、葬儀場に対して目隠しフェンスのかさ上げ等を命じた判決9月16日判決言い渡し単独制裁法案として担当などがある 退官後の井戸は、滋賀県弁護士会に入会し、滋賀県彦根市内の法律事務所に弁護士として勤務している。ありがとうございます。